つもりなんじゃないの？無敵だからな。そうなの？あいつの写真を撮りに来る子もいるらしいわよ。そんな弱気じゃダメダメ、ガツッと行かなきゃ。あ、ひなた、ご飯まだなら一緒に食べない？ここに座りなさいよ。来いよ、ひなた。お好きなもん食えよ。先輩もこっち。一緒に食べましょうよ。ひなた、ひなた、目的は？今回出すようなやつは。ひなた、もうバカね。あいつって本当に鈍感なんだから。マフラー渡すつもりだったんでしょ？なんでそんなに応援してくれるの？それはお互い頑張りましょう。お互い、どうした、ひなた。クモの巣にかかるなんておっちょこちょいだな。あ、姿勢はあったけえから外したってばよ。そうなんだ。そんな格好してりゃ寒いだろ。だってこ、俺だってこれくらいの寒さ。拍手。大丈夫？行くの？ちょっとしょんべん。ナルトくん、怪我しちまったみてえだ。はい、サンキュー。すまねえ、花火はいねえみてえだな。そんなことはね。お前は花火を助けにこんな地の底まで来たじゃねえか。人君って本当に優しい。好きだから優しいってわけじゃなくて、マジで花火のことが心配だから。今なんて。俺はお前のことが好きだ、日向。日向、やっと起きたか。うなされてた。日向、日向って。ナルト、花火と日向を助けに行くぞ。こんな諦めたついでに他にも諦めるか。俺に喧嘩売るつもりか。日向とどうなろうが知ったこっちゃねえが、お前は忍びだろ。彼女、瀕死のお前を助けようとほとんどのチャクラを注ぎ込んだ結果だよ。桜さん、今回告白するとは思わなかったな。ねえ、昔さ、あんた私のこと好きだって言ってたわね。なくて、今度は本気だったんだね。自分からトネリのところに。まあ、バカね。何か言えない事情があったに決まってるじゃない。簡単に心は変わらない。変われないよ。私にはよくわかる。ルト君、待っててくれ。ヒロミ、絶対にお前を助け出す。